どうもどうも、妹愛子でございます。今日はですね、ちょっと寒くなってきたなっていうのもあるので、お鍋を作りたいなと思っております。まずはですね、大好きな白米を、土鍋で炊いていこうと思います。こちらはうちがちょっと実家がお米を作っているのでよく送ってくれるんですけども、大体2合炊きますね。そして米を研いでるんですけど、このね、研ぎざるみたいなのがとっても便利で、スタッフさんにいただいたものなんですけども、水切りもできるし、で手前にこう水を溜めてこう洗うことだったり、あと浸水させることもできるので、これとっても便利なんですよね。そう、こうやって立てて大体 2,30 分いつも浸水させます。でその間にお鍋の準備をするんですけども、今日はですね、向田邦子さんのレシピで有名な常夜鍋っていうものを作っていきたいと思います。ちょっとこれ向田さんの本を読んでめちゃくちゃうまそうだなと思って、ちょっと今日は常夜鍋だなってことで、しかもこうちゃんとした写真とかもない本なので、なんとなくこう文字を読んで想像しながら作る鍋でございます。なんか結構それぞれのやり方があるみたいです、具材も含めて。そして、白米を炊くときは大抵この土鍋を使うんですけども、これがね、結構最初はハードル高いかなと思ったんですけど、やってみるとめちゃくちゃ簡単ですよ。土鍋ご飯もうね、水の分量もいつも適当なんですけど、これね、大抵失敗しないんですよ。大体1センチぐらいかな、お米からこのはみ出す水が1センチぐらいにしとけば問題なくて、いつもこのちょっとした料理酒とあとお塩ですねをちょんちょんってやって炊きます。これで本当に 7,8 分火をつけて炊いて、で湯気が出てきたら15分ぐらい蒸らすと美味しいご飯が炊けるんです。と同時にこちらもお鍋の準備ですね。これも適当なんですけど、お水と料理酒をだいたいお水6のお酒4ぐらい、7:3って時もあるかなぐらいの、大体でやります。でそこにですね、スライスした、生姜を加えます。あ、ご飯がいい感じにグツグツしてきましたね。そう、これが合図なんですけども、こうなったら火を止めて、あとは15分間蒸すだけっていう。いや、これめっちゃ簡単なんですよ。この土鍋ももう 7、8 年ぐらい使ってますね。そしてですね、今日はお鍋と一緒にね、おにぎりも作りたいななんて思ってます。さあ、こちらが具材でございます。とってもシンプル。これがポン酢にネギを加えたものですね。あとはもう本当にただただ具材を入れて煮るっていう、めっちゃ簡単な。なんで多分きっと向田さんとかも遅く帰った夜とかパパッと作ってパパッと食べてたんじゃないかなとかをこう想像しながらね、作ってみたんですけど、いいですね。我ながら彩りも綺麗ですね。そしてあとはテーブルに持って行って火をつけるだけっていうね。このね、ホームバーナーもおすすめですよ。スノーピークさんで出ているものなんですけども、家でも使えるしアウトドアでも使える、そして折りたためるっていう。で本当にもうしゃぶしゃぶっていう、簡単に火を通して、ポン酢とねネギはもう間違いないから、うまかったな。さあ、そしてお鍋でだいたい腹6分目ぐらいになったので、締めのおにぎりですね。うわ、うまそう。上手に炊けました今日も。そしてこのね、初めてこれ使うんですけど、愛媛に行った時にロケで思わず買ってしまった、このなんかおにぎり製造機っていうんですかね、この木でできた、これもちょっとなんか手仕事のね、道具っぽくていいなと思って買ってみて、ちょっとね、今回初めて使っています。わりかしサイズはちっちゃめですね。梅2つとご飯ですよ的な感覚の、海苔の佃煮ですね。
これちょっとやり方ももう合ってるのかどうかわからないんですけども、とにかく熱いんですよねご飯が。でギュッギュッとして逆にして押さえて、でも形はやっぱり綺麗ですね。さあそしてこっから塩をつけて握ります。まあね、あんまりギュギュしても良くないらしいので、軽くねキュッキュッとしてできました。さあこの後食べようと思ったんですけど、まさかの、映像がここで終わります。でもとってもね美味しいおにぎりでした。常夜鍋と土鍋で炊いたご飯で作ったおにぎり、とってもいい夕飯でした。